よくぞ今日を打ち倒してくれた。今日は死んだんだね。行方不明だった鏡の眷属機も見つかったし。頼むぞ若。だからやめろって坊主。お前らみたいに波に乗って帰るしかないと思ってたが。それまでこっちでゆっくりしてけば。それしかないか。あとさ、釣りにも行こうよ。みんなとやりたかったんだ。もう1分もない。お世話になりました。まあこんなもんだろう。直文のバカ。ありがとう直文。俺姿勢勇者としてこっちで頑張るよ。ああ殺しに来るんじゃなきゃ歓迎するよ。またな絆。俺は霊気討伐の褒章として女王から勲章の授与と、俺たちが不在の間元康蓮樹が積極的に対処したとか、汚名を返上したかっただけかもしれないが、途方もないものが立ち塞がっていて絶望しそうになる。そんな気もするんだ。なぜなら俺は